こんにちは。スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回はフラッシュカード、右脳を活性化するトレーニング、フラッシュカードの効果、まあ、第2回目ですね。また前回でしょうのホワイトボードを見せたいとご覧いただければと思います。今回は3番目、4番目の話をしていきましょう。まず3番目、右脳と左脳のリンクっていうことがあります。ここでまたちょっと復習をしなければいけないんですけども、右脳っていうのはですね、どちらかというとインプット脳なんです。左脳っていうのがアウトプット脳なんですね。つまり右脳で大量に入れた言葉を左脳にリンクしていかなきゃいけません。右脳だけを活性化していってもですね、単にインプットが強い子になってしまうので、何かをアウトプットを書いたりとかですね、言ったり書いたりってことは結びついてこないんですね。体で表現したりって表してきません。ですので大量に入れたインプットの右脳を左脳にリンクをしなければいけなかったんですけども、さあここで思い出してください。左脳っていうのは実は言語脳って言われます。言語脳、論理脳なんて言われます。フラッシュカードのいいところは映像をカードとしてめくりながら見せるプラス言葉でインプットしていきますね。つまり映像で見るものはインプットですけれども、それを言語脳、言葉として入ってくるので、左脳にリンクしていきます。映像と言葉がリンクしていきますので、右脳と左脳の橋渡しになっていくんですね。これができるのがフラッシュカードなんです。そう、すごく重要なことなんですね。ですのでこの右脳と左脳のリンクができるっていう意味でもフラッシュカードはすごく有効です。実際にですね、中学校受験する子どもたちにですね、普通に漢字を覚えさせたのと四字熟語とか熟語とか漢字難語なんかをフラッシュカードでめくった場合はですね、全然テストの出来が違いました。点数にすると30点程度ですね、平均で違ったのがですね、現場でも確認できてますので、すごくこれ有効なんです。最後4番目、脳回路の、右のですね、瞬間記憶回路を作っていきます。よくですね、お母様方質問いただくのはですね、幼児に例えばですね、まだ難しい総理大臣の名前とか大統領の名前とかですね、地名とかをインプットし、何が意味があるんだとか、意味がわからないだろうというふうによくおっしゃる方いるんですけども、そうじゃないんです。瞬間記憶をする回路を作ってるんです。回路ができれば、あとは自分でインプットしていけばですね、内容というのは理解できるようになるので、この瞬間記憶をする回路、シナプスを強くしていくことなんですけども、この回路を作っていくことがフラッシュカードのメインの目的と言っても過言じゃないと思います。この4つの効果があるフラッシュカード、ぜひ取り組んでみてください。今回は以上になります。ありがとうございました。